それは俺たちにとって憧れでありレジェンドだった。この町仕切ってんのは警察じゃない、この画廊会だ。なんだやっぱりただのコタドロか。チキン野郎、あんたカジノ襲ったんでしょ。何ビビってんのよ。危ない。お前は一体何なんだよ。そのチッピラに舐められてんのよ、おめえらじゃねえかよ。なんで俺を騙すんだ。何も知らねえくせに。気がついたら目の前に血まみれの親父が倒れてる。極道はな、東四郎に舐められたら終わりかんねえ。